こんばんは。もうね、さっき帰ってきたので、もう大変なビジュアルなんですけれども、ラジオ配信だと思ってください。リコちゃん、お誕生日おめでとうございます。11時59分に送って、ごめん、誰より早く伝えたかったんだってやる予定だったんですけど、私の地獄 Wi-Fi のせいで12時になってしまいました。そう、わざと11時59分に送って、その後ボイメでそのちょっとやろうかなと思ったら、なんとね、タイミングが悪いことに11時59分で回線が途切れて、はい、12時になりました。本当にショック。なんであのタイミング、もう本当にもう最悪だったわ。ここ頑張ってください。応援してます。仙台で初めてライブ、本当にありがとうございました。ライバー仙台ありがとうございました。本当に楽しくて、とっても勉強になりましたし、もう本当にもう夢のような時間でした。もうすごい、もう本当にスタッフさんも、現場の方も、もちろんいきなり東北さんさんもすごく皆様お優しすぎて、もう感動してしまいました。こんなに優しい世界はこの世にあるんですね、という感動しました。TikTok も撮っていただいたんですけど、その後に皆様とお写真を撮っていただいて、美優さんと、藤谷美優さんとツーショットも撮っていただいて、こちらはツイッター、X にあげたんですけど、私ずっとお会いしたくて、なのでとっても嬉しかったです。もうすごく優しいお言葉をかけてくださいました。スイートシックスティーンとかもよく SNS に使ってくださってて、本当に嬉しいです。もう超孤独ライオンをカバーしていただいて、も本当にもう夢のような時間でした。もうとってももう最高です。もう絶対ライブ行きます。本当にあの私の好きな「私はいきなり東北さんさん」、もうどの曲もとても素敵なんですけど、にわかが個人的にちょっとでよく聞いているんですけれども、以前ライブで、その楽曲から始まるライブを、見たことがあって、もうすごく、実際生で見たいなと思ってたんですけど、まさかね、こんな形で見させていただくと思っていなくて、とっても嬉しかったです。本当に皆様、もう信じられないぐらいお優しかったです。もう本当にありがとうございました。もうまたお会いできるように、もっともっと
ニア獣医頑張ります。本当に貴重なね機会をいただきました。でも私もめっちゃ反省してることがあって、あの TikTok 撮っていただいた時にパニックで緊張しすぎて、あのすごいあの皆様がすごい優しい温かい目線をこう送ってくださってたのに、もうガン無視していて、もうあの後でアップしていただいたやつを見返したら全部フル無視してて、本当にうわーうわーということで、もうあのとにかくね、もうあの撮っていただいてる時ももちろんああやってあのたくさん目線を送ってくださってお優しかったですし、全然あのカメラ外でもすごい優しくしていただいてて、もう本当にもっと周りを見ればよかったと思って、もうあーもう緊張しちゃってやばい間違えちゃったどうしようとか、そんなことばっか考えてたら、まさかあんな優しいね気配りをしていただいてること後で気づいて、本当今日このあと8時からジョイドもありますし、9時からリコのね誕生日配信を見たいと思います。あ、間違えた。すいません、ジョイドン7時からです。って言い間違えた。あの、私たちはわざとあざとエキスパートをカバーさせていただいたんですけれども、もう本当に緊張しました。もうめちゃくちゃ緊張しました。でも本当に楽しくて、私たちは結構可愛い系というよりかは結構かっこいい系の楽曲が多いので、なんかとっても新鮮な感じでしたし、あのライブ映像とか、ダンスプラクティスの動画も見させていただいたんですけれども、本当にもう皆様すごくそれぞれのなんか動きとかとっても可愛くて、ありがとうございます。もう新曲ももう私のこのスマホが擦り切れるまで見させていただきます。 MV1日前にフリ入れした子とその前にフリ入れした子がいるんですけど、ゆきやさんありがとうございます。いやそんな恐れ多いです。でも本当にすごいね優しいお言葉をかけてくださいました。そう今日あのあやんやんさんありがとうございます。ライブとかもね本当にありがとうございます。すいません、ね、ありがとうございます。嬉しかったです。もうねたくさん目が合いましたよ。いつも本当にありがとうございます。またね最近お話し会とかお話できていないのでね、またお話し会とかあったらお話しましょうね。タワーもありがとうございます。そう明日 YouTube で配信もありますのでぜひお願いします。ついに明日がデビューで、もう今日もチャリを漕ぎながら待って明日デビューかと思って本当に緊張しております。あの告知も出ているんですけど、あの渋谷のあのところにあのロングボードの告知の
広告を出させていただいていて、もう本当にありがとうございます。そして本日フラゲ日なので、CD ショップの方にもCD を出させていただいていて、本当にね、とってもなんかわあ、これから本当にデビューなんだなっていう気持ちで、今日はずっと朝からずっとそんな感じです。なので明日がとっても緊張しています。とりあえず明日は YouTube このジョイチャンネルさんの方で生配信がありますので、ぜひよろしくお願いします。あとサインがね届いているみたいで、皆様ご報告ありがとうございます。今日って言ってきた、ありがとうございます。私も京都店さんの方に私の店舗さんがあるみたいで、本当にね嬉しいです。ちょっと私も京都行きたいんですけど、次ねちょっと京都に遊びに行くのがちょっと先なので、ちょっと悔しいんですけど、ぜひサイン届いてます、ありがとうございます。浦和行きます、ありがとうございます。大宮でスピンズさんのリコと一緒に飾っていただいていて、浦和ってそのまま流れでこう大宮浦和と言っていただけたらね、行けちゃいます。そのままの路線で行けちゃいますので、皆様ぜひついでにねこう埼玉巡りということでね。本当に皆様のおかげです。もうねデビューしてからもっともっと頑張りたいと思います。ぜひね、確かにありがとうございます。ぜひお待ちしてます。充電がやばいので、ね、充電したいと思います。私のね充電器黒なんですけど、キアラさんとても嬉しいです。てんのかな充電。今日はジョイドンが始まる前までやりたいと思います。あと20分ぐらい。ぜひぜひ。こんばんは。こんばんは。
今日風が強かったのでね、今外出されてる皆様お気をつけてください。本当にさっきね普通に倒れました。横こうバフッとね行っちゃったので本当に気をつけてください。本当にねやばいです。本当に投げ倒された。ただでさえね私なんかパンクしてないはずなのにめっちゃパンクしてるぐらい重くて、それプラス風でね 逆の風をこう浴びていたので、もう本当にもう涙涙って感じです。リコちゃんおめでとう。リコちゃん、前髪切ってる。でも中ですごくやばいことになってますよ。一人称コノアで、いやこれ待って、顔が全部光で飛んじゃって、これ一応シナモンロール先輩です。これでね部屋の中では行動してます。今日はちょっとねラジオ配信っていう体で皆さんに聞いてほしいので、今日はまたじゃあ今度来てきますね。スポンスポン、私スポンスポンはですね冷えてる時が好きなので、スポンスポンで暖を取ることはありません。これどこで買ったんだっけ。最近ハマってるものは入浴剤、入浴剤と部屋のものを部屋のものを片付けること。マジでもう本当にもう末期まで来てて、もう部屋のもの全部いりません。もう本当にもう視界に入るもの全部もういらない。けどさすがに机とかベッドはないとやばいので、今日もね100円ショップに行ったんだろう、気づいたらね入浴剤コーナーに行ってて、でもバスボムの丸タイプのやつあるじゃないですか、丸い方のタイプはなんかあんまりねなんかあんま溶けないんですよね。だからね極端ですよね。もう足の踏み場がなかったはずなのになんか急に全部のものを処分したいっていう気持ち。そう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 、本当はあれがいいんですけど、あれのなんかねおにぎりの具みたいなやつ、あそういえば最近ですねちいかわさんに見るにハマってた、私はちいかわさんにはまらないとかねちょっとねかっこつけたこと言って全然ね面白くて、この間ちいかわさん見てね30秒ぐらいの短編だったんですけど普通に電車で泣きました。草むしり検定の話でね。で最近のお気に入りは何ですかあれ、私もね
めちゃくちゃね最近ねチラチラ見てるぐらいなんで分かんないんですけど、なんかローラーメン、なんか2がない、2がないラーメン屋さんの話がなんか可愛くて、可愛い本当に。なんかね本当に、なんかモルカーとかもそうだったんですけど、なんかちょっとかわいそうなシーンとか来るとね、なんか泣いちゃうんですよね。ちいかわさんが草むしり検定にねちょっと落ちてしまったんですかね、なんかその時にね、そのやっぱその8割さん、まあ受かった8割さんの気持ちと、まあ落ちてしまったちいかわさんのその気持ち、その2人なりにどうしたらいいんだろうっていう、そのなんかどうやったらいいかな、どう接したらいいかなっていう、そのなんか心の葛藤みたいなのがすごい、なんか2人ともそのお互いになんか相手にこう無理をさせないように、なんかこうそれぞれ自分なりにこう考えてるのがなんかすごい素敵だなと思って、やっぱその検定、まあ、受かったのは嬉しいけど、まあ、大事なねちいかわさんが、まあ、は落ちてしまったから、まあどうしたらいいかなって考える八割さんも優しいし、まあ、ちいかわさんもね多分ショックだったと思うんですけど、なんか多分ねそう自分の中で切り替えてね、相手に迷惑かけさせない、心配かけさせないようにっていうね思ったのかなと思うとね、感動しちゃって、そういうねあの感動系好きなので、ぜひねちいかわさんの話で感動系の輪があったら何話か教えてください。ほんとねそういうの弱いっす。私もねモルカーで、なんかねモルカーで1話もねやっぱ感動したんですよね。うん、あ、エコノジーパズルありがたいです。私もログインボーナスマニアなので、友人宅がチーカーだらけで笑ったりした。私の姉の家やばいです、本当にもうおかしい、あの収集癖がそもそもある姉なんですよ。一時期ねおそ松さんのあの若葉松、なんかあの十四松さんとチョロ松さんのあのペアをしてるでもうガチってた時があって、あの本当に姉の部屋が緑か黄色しかないっていう状況になっている時があって、その時からねどうやって集めてるんだろうっていうその疑問がすごかったんですけど、やっぱね集め癖があるんですよね私のはね。なのでねなんかすごいなーってなんか感心、すごいなーっていうね。で私のグッズもなんかちょくちょく集めてくれてるっぽくて、そのちいかわさんのそのうさぎさんが部屋の4割ぐらい占めてて、残りは他のキャラクター、なんかキャラクターが好きなのでキャラクターをすごい壁一面に飾ってて、ちょろちょろ私が混ざってるっていう。あんまないですね、確かにないです。なんか私なんかがねそんなのねあれしちゃってもいいかなっていう、
うちは見えます。とっても嬉しいです。もうね、いっぱい作ってくれる方もありがとうございます。リコさん誕生日の最近のリコのエピください。でもそのさっきの LINE の話と、あ、一緒に誕生日会しようって約束しました。もう絶対バスとか乗るとき、楽屋とか入るときは絶対リコちゃんの隣がいいから、うまくねリコちゃんの隣になれるようにリコちゃんがバス入ったなと思ったら、ささささささっとねついていってまーす。常にね言ってますよ。あのツアーのねゼップ羽田でリコとねハート作ったんですけど、亀子さんが撮ってくださったので背景にしてます。最近元気玉がねすごく頻繁な更新がなされていて、この間ね、この間隣がね愛ちゃんだったんですけど、移動の時にもうずっと二人でつぼっちゃって、あの、ね、写真だけであのつぼることない。すごいね、最近ね更新頻度、まあ元気玉かっこレノンソロ写真集って感じなんですけど、あのレノンって言っても天才で、もう表情管理がバグなんですよ。もうちょっと待って、こんな表情できるっていう表情をしちゃうんですよ。なのでやっぱね元気玉の更新頻度やばいです。レノン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 って感じです。ジュリーの写真もありますよ。ありがとうございます。
いや、基本的に元気玉はね、元気玉っていう名前ぐらいなのでね、元気が出るんですよ。このかちゃん、ありがとうございます。なあちゃんの盗撮いっぱいあげてるけど、私ね1枚もいないですよ。フラゲできてありがとうございます。こんばんは。あ、虫ブルさん、ありがとうございます。フラギア時代で、ね、あら、お仕事頑張ってください。ロム製のロムって何ですか？ためのチケット、あら、ありがとうございます。皆様に会えるの楽しみにしてますよ。もうありがたいです、本当に。皆さんもぜひね、お時間あったら見てみてください。めっちゃ緊張する。もうね、もう私が全力でね、お話ししますので、ご心配なさらず。あ、プネーナさん、ありがとうございます。感想も送ってくれてありがとうございました。てかもう可愛すぎる。もう即ね、母に見せましたよ。可愛いでしょうって持ってくれてありがとうございます。もうね、あんなに嬉しい写真はありません。本当にね、嬉しいです。あのね、すごい素敵な、素敵なお写真にね、ご成人おめでとうございます。ちょちょも気づいてくれてありがとうございます。映画見に行きたいなーっていう気持ちでーす。仙台で何か、ね、牛タンをね、いただいたので、一人で食べるのはね、一人で食べずに家族とね、家族にも食べてほしいから、お家に持って帰りました。もう最高。初めて、人生で初めて食べたんですけど、すごい。
そう、素敵なプレゼントもね準備していただいて、もしくも優しいクイズコーナーがあったんですけど、もうどう考えてもねもう正解だよねっていうぐらいすごい大ヒントをね全部出してくださって、なんてお優しいんでしょうか。そろそろランキングを読もうと思います。13位からいきますね。13位、水内さんありがとうございます。12位、ディスティニーさんありがとうございます。11位、マサッチさんありがとうございます。10位、アスミさんありがとうございます。9位、大地さんありがとうございます。8位、ケイジさんありがとうございます。7位、虫風呂さんありがとうございます。6位、コノカちゃんありがとうございます。5位、ユキヤさんありがとうございます。4位、ノンさんありがとうございます。3位、アヤトさんありがとうございます。2位、プナユナさんありがとうございます。1位、ヤンヤンさんありがとうございます。ギフトタワーくださった方、お呼びできなかった方もありがとうございました。この後7時から上位ゾーンです。今日はねリコちゃんのお誕生日おめでとうございます。大好きだよ。そして、今日はフラゲ日でついに明日 CD デビュー日となっております。もう本当にね緊張しているんですけれども、ぜひねもうフラゲ始まっていますので、皆様ぜひとも CD ゲットしていただけたら嬉しいです。ここからねデビュー始まってから配信できるときはもっと頑張りたいし、たくさんね SNS も更新できるように頑張りますので、これからもっともっとニアジョイが大きくなっていけるよう少しでも貢献できるように頑張ります。明日はエコノジョイチャンネルさんの方で配信がありますので、ぜひとも見ていただけたら嬉しいです。ではありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。